こんにちは。今回は、鹿児島県南部から沖縄にかけて分布するセミ、黒岩ツクツクの鳴き声を紹介しましょう。現在、種子島では、このセミが一斉に鳴いています。警戒心は、あまりなくて、人通りの多い場所でも合唱しています。では、鳴き声をどうぞお聞きください。黒岩ツクツクの鳴き声、いかがでしたか？一旦鳴き出すと、ほぼ同じ感覚で鳴いていました。そして、11時20分頃になると、これまで一斉に鳴いていたセミが、鳴き止んで、付近一帯が静かになりました。セミって、不思議です。なお、黒岩ツクツクは、千葉県の一部でも確認されているとか。では、また、お会いしましょう。